十重江公園にある、絹谷勝三郎代々の石踏み。2020年10月撮影。絹谷勝三郎は、長唄三味線方の名跡。元祖の初代、絹谷勘五郎の門弟。1840年に小作と改名。芝居音楽の、寝取りは、初代の作曲と伝えられている。初代の実の子。署名を、絹谷小三郎。 天保11年1840年に2代目、襲名。日本橋曝露町に住んでいて、そこに、馬場があったことと三味線と作曲の腕がまるで鬼神のようだったことから、馬場の鬼たちと、あだなされた。顔に、あばたもあった。11代目、絹谷六左衛門。3代目、絹谷章二郎と共に、作曲の三傑と言われた。配合を東成。 大薩真初音田優明治2年市村座を、絹谷翔次郎に任せ、日吉吉左衛門の今用のを、あずま狂言に協力した。あだちが原、船、弁慶等の傑作はこの時作られた。伝承されている作品式の里、のきの松、角兵べいじし、おかる、かごかき、おとごの糸、ふしこそで、さおのしずく、大り美名宮や鳥 ハ活カ,カツサヤーテ、エニの橋、薄氷ゴ流線、揃い、クラ山、ケマリ、クルワタンゼン、しシシ勝負よく衣、寄贈の庭、千代のことぶき、レンジ草刈り、タヌキ、しぐれ採行、春の蝶、今様式ことぶき、あだなそう、サザレイシ、ウツボザル、あだちがいはら、浮世一休、両国八景、あたけまる、とらがり、新前のる、 船、弁慶、箱根の藤笠、と、森尾外、渋江中斎に二代目のことが書かれている。明治二十九年二月五日没。七十六歳。改名は、花火市委員、寺志穂丸東成子寺。浅草彩福寺内正幸委員に葬られた。二代目の実施。根谷金次郎から根谷小三郎を経て1892年頃に三代目、襲名。 幕末から明治にかけての名人。東京座の林頭として活躍。妻は四代目勝三郎。明治38年9月15日死去。38歳。作品は、ミスの月、広告校、連獅子観狂言、修論が伝承。本名は三つ。東京深川区出身、幼少から市川聖子に日本舞踊の稽古を習い、十一歳で二代目。 勝三郎に入門。ほどなくして三代目勝三郎と結婚。1903年に夫が死去し1904年に四代目勝三郎を襲名した。1926年に長歌教会相談役。人格者で明治末から昭和初期にかけて活躍。長女が六代目勝三郎次女が五代目勝三郎本名は坂口テル 幼少から両親に指導を受けきねえやてる子の名で活躍。父没後母の名取と指紋邸を多く育てた、母没後の1929年に五代目、襲名するも一ヶ月後に、不慮の死を遂げる。本名は市村磯。三代目、勝三郎の長女で、歌舞伎俳優の三代目、市村亀造の妻。 1929年に母、妹が死去したためほとんど修行しないまま、1931年に6代目、襲名。実の子が7代目勝三郎。本名は、坂口盛夫。東京の出身、父が、歌舞伎俳優の3代目、市村亀蔵母が6代目勝三郎。1933年6月に、入門。1935年に、 長唄書承会で、初舞台。1940年4月に12歳で7代目、勝三郎襲名。長唄の活動の傍ら1950年に、慶應義塾大学経済学部卒業。1950年代、5代目、中村富十郎らと歌舞伎の欧米公演あずま歌舞伎、にて欧米十数カ国、四十数都市を巡業。 諸商会を一般財団法人にした。諸商会理事長も務めた。2010年正居。葬儀は、青山葬儀所で行われ、歌舞伎俳優の中村富十郎らが長辞を述べた。実施が八代目、金谷勝三郎。当代。本名は、坂口清次郎。父は七代目勝三郎。三歳より、松永哲五郎、金谷勝国らに支持十五歳で、 木根や清二郎として、初舞台。平成20年財団法人書勝会理事に就任。翌平成21年宮区委員会の推薦により、書勝会8代目家元、木根や勝三郎を襲名。翌平成22年国立劇場大劇場において、襲名公演を開催。長女が4代目、木根や小三郎。東京都歌方、三味線方長唄三味線書勝会。 ありがとうございます。